当時この豊田佐助邸の近くには長堀町には兄佐吉邸、白壁町には佐吉の長男の豊田金四郎邸と豊田利三郎邸もありましたが、現存するのはこの佐助邸のみです。豊田佐助、自動織機の発明と改良に生涯をかけて発明王と呼ばれ、トヨタグループの礎となった豊田佐吉の実弟、静岡の実家で父親を手伝い15歳まで暮らし、その後兄佐吉を支援するため名古屋を訪れ、兄平吉と共に佐吉の発明活動や事業家に一貫して協力。佐吉が発明に専念できるように工場経営にあたり、豊田織布菊井工場や菊井紡織株式会社の責任者として佐吉発明の自動織機の営業試験に尽力の後、佐吉を継ぎ豊田紡織株式会社の社長となる。戦後は名古屋ゴム株式会社、現豊田合成株式会社社長に就任するなど、グループ企業の基盤確立に貢献した。兄佐吉と張り合うこともなく控えめな性格であったと言われている。豊田喜一郎、明治27年1894年、豊田佐吉の長男として静岡県湖西市に生まれました。その後、豊田佐吉の会社であるトヨタ紡績に入社し、英国製に勝る高性能の織機を父と共に完成させました。そして1930年以降は、自動車作りのための調査研究を開始。1933年には豊田自動織機製作所内に自動車部門を設置して、本格的に自動車作りに取り組みました。1935年エンジンを完成させ、1936年に AA 型乗用車の生産開始。翌々年1937年、トヨタ自動車工業株式会社を設立し、トヨタ自動車が創業されました。豊田佐吉の娘婿の豊田利三郎、
豊田自動織機製作所の初代社長となってからは、トヨタグループのトップとして手腕を振るった。豊田喜一郎、豊田佐吉の長男、トヨタ紡織に入社後、自動車部を新設。その後、自動車部を独立させ、トヨタ自動車工業を創業し、社長となる。